2019年度も、そらくんをよろしくお願いします。今回は瀬戸大橋の初日の出と、香川県中田戸郡琴平町にある、琴平宮参拝を紹介させていただきます。瀬戸大橋の上で綺麗な初日の出を見ることができました。それでは、しばらくの間、4倍速ですが瀬戸大橋の映像をお楽しみください。それでは、琴平宮に参拝に向かいたいと思います。さて、ここから金比羅宮に向かいます。ここが表参道です。ここが1段目。ここが100段目です。100段目に一の坂鳥居があり、それを越えると、左側に琴平宮東明堂があります。356段目が大門になります。大門の入り口には甘酒などを販売している茶店があります。
大門を越えると鳥居があり、緩やかな上り坂を歩きます。春は桜が綺麗な道です。再び石段を上り、628段目に朝日社があり、向かい側に回廊があります。回廊の前を通り、最後の石段に向かいます。石段652段、闇峠があります。鳥居をくぐると、正面に本宮手水社があります。本宮手水社は心身を清めるところです。本宮手水社で心身を清め、錬磨垣橋を渡り最後の急な石段に向かいます。最後の石段は652段から785段です。これを登ると御本宮に到着です。御本宮参拝後に讃岐平野の眺望を堪能しました。御朱印帳に記帳していただきました。最後までご視聴ありがとうございました。2019年度もタントカスタムで、温泉、登山、車中泊など、いろいろご紹介したいと思いますので、チャンネル登録、グッドサイン、よろしくお願いします。